どの獲物にするんだ。自分に合った獲物を選ぶといい。おい、まだか。今日はそいつか。手になじませておけよ。獲物はそいつでいいんだな。よし、行こう。修練だろうが、手加減しねえぜ。やるじゃねえか。どうした？置いていくぞ。おう、肩慣らしだ。着いたぞ。来たか。始めるぞ。剣を交えよ。修練の成果を見せるのだ。今日は勝たせてもらうぞ。教えを忘れたか。しかと見極めよ。そうだ、気を読むのだ。油断したか。
手の内は分かっている。全力で来い。腕を上げたな。うむ、よかろう。次はわしが相手だ。二人でかかってくるがいい。油断するなよ。その力見せてみよう。まだだ、いつも。サイはどうした？お主らの力を合わせねば勝てぬぞ。少しは使えるようになったな。二人で一対様になってきたか。ここまでだ。お前たちに新たな任を与える。今アメリカの黒船が横浜沖に怒りを下ろしている。その黒船に忍び込み、船長のペルリが持つ密書を盗み出すのだ。そして隙あらばペルリなる者を殺せ。よいな。刀が主に問うか。まあよかろう。密書には幕府とアメリカの密約が記されている。徳川を討つための大義名分となろう。我らはいつか来たるべき黒須藩と徳川めの戦のために存在する。これは判明。失敗は許されぬ。黒船へと向かう覚悟はよいか。よし、心して取りかかれ。さあ、行け。船はここまでだ。
一対、それを忘れるな。道はないか。
と少しだ。ようやくこの国が開く。長い航海の中、私は誰も成し得なかった偉業を成し、
この日本こそ誰にも仕留められなかったモビーディックだ。この巨大なクジラに森を突き立て死角か。モビーディック。